エクソ CBX は、チェン、ベクヒョン、シューミンの3人で構成されたエクソの初ユニットである。2016年10月に韓国でデビュー、2017年5月に日本でデビューした。所属事務所は SM エンターテインメント、韓国のレーベルはジニーミュージック、日本のレーベルはエーベックストラックス、 ダンス曲中心で重厚なパフォーマンスが多いエクソに、対し、エクソ CBX は、老若男女が近づきやすい、距離感と自由奔放さ、より多くのジャンルの音楽をアピールしている。また、太陽系外惑星から地球に不時着したという、コンセプトを持つエクソと違いエクソ CBX には、特に設定がなく、メンバーたちも超能力は出さない、地球人と言及している。 ユニット名 CBX は、メンバーそれぞれの頭文字を取って名付けられており、チェンベク氏の順序についてチェンは、なぜ自分の名前が一番最初にあるのか理由がよく、わからない、ベクシチェンや、シベクチェンなどのうちチェンベク氏が最も言いやすいようだと、述べている。リーダーに監視公表されたことはないが、韓国デビュー当日に、ソウルで開かれたエクソ CBX ホットデビュー、ステージのステージ上で、 今日のリーダーを決めることになり、ゲームの結果チェンとシウミンが同点、ベックヒョンの長男に譲ろうという提案に従い、シウミンが今日の1日リーダーとなった。ユニット結成のきっかけは本人たちの考えによるもので、最初は冗談半分で口にしていたユニットの話が現実となった。一緒に運動をする際トレーナーから3人は身長もほぼ同じで一緒にやっても、 うまくいくと言われ、気の合う3人でユニットを組めば楽しい活動ができると、見込んで SM に提案した。2016年7月29日開催のエクソ、コンサートツアー、エクソプラネットサンザエクソディウムソウル公演中に、流された VCR、レザボア,アイドルズチェンベッククシーで、チェン、ベックヒョン、シューミンの映像及び音源が初披露され、サンダーボーイチェン、マットアイスシミン。 ブラックライト・ベクヒョンのキャプションがついていた。スホが共演した、同 VCR は、エクソ CBX の韓国デビュー後に、SM の公式 YouTube チャンネルで、ザワンスペシャルクリップとして公開された。8月15日公開のベクヒョン出演ドラマ、例例花萌ゆる8人の巫女たち予告映像内で、チェン、ベクヒョン、シウミンの歌う OST、4U が初公開された。 8月25日に音楽配信サイトにて音源が公開された。10月5日、SM が、チェン、ベクヒョン、シウミンによる、エクソ初ユニットの10月末デビューを発表した。10月22日にユニットデビュー予告映像、ホットデビュー、エクソ、S ファーストユニットが公開。10月23日開催のワンアジアドリームコンサート内でユニットとしての初公式ステージ。 こういうを披露、ユニット名は未発表だったため、エクソのチェン、ベクヒョン、市民としてのステージとなった。10月24日にユニット名エクソ CBX が発表された。10月25日午前8時に公式サイトでデビューミニアルバムの予告イメージが公開された。10月30日、ネイバー、V ライブにてエクソ CBX ホットデビュー前夜祭りを放送。 10月31日にミニアルバム、Hey Mama! を発売し、韓国デビュー。同日、エクソ CBX ホットデビューステージを開催し、MBC 標準 FM ラジオ、カンタの星が輝く夜に、に出演。11月2日、SBS パワー FM ラジオ、2時出し疲るとショーに、出演。11月3日放送の M、M カウントダウンにて、音楽番組での初ステージが披露された。 11月4日、11日、18日、KBS に t v ミュージックバンクに出演。11月5日、KBS に t v ユヒヨルのスケッチブックに出演。11月5日、12日、24日、MBC 音楽中心に出演。11月6日、13日、初回 s BS 人気歌謡に出演。10日、ネタムカウントダウンに出演。 11月15日、ザショーに出演し、ラジオ、チェファジョンの、パワータイムにも出演。11月18日開催の N、ポップショーケースで、初披露された、楽曲、クラッシュユーは、韓国のオンラインゲーム運営企業 NC ソーフト作曲家、ユンさん、レッドベルベット、エクソ CBX のコラボレーション企画により、制作された楽曲で、オンラインゲーム、 ブレードソウルの OST、法話との招待状をモチーフに作曲家、ユンさんが編曲した。11月23日ミニファンミーティングを開催。2017年3月10日ラインライブにて、刺し飯特番に出演。5月3日に、ガールシュワード2017スプリング、サマーに出演。5月19日、KBS に t v ミュージックバンク、ネタムカウントダウンに出演。 5月19日から6月11日ラフォーレ、原宿にて、エクソ CBX パパップストアが開催。5月20日に本テレビ系列バズリズムに出演。5月23日から5月29日タワーレコード、梅田乳舎山地店にて、衣装展示が行われ。6月7日、タワーレコード渋谷店にて、衣装展示が行われた。5月24日にミニアルバム、ガールズを発売し、 日本でデビューした。6月、日本の雑誌、ポップ102017年7月号で、海外男性グループ初の単独表紙を飾った。6月7日、日本デビュー記念フリーショーケース、カラフルボックスが、代々木公園の野外ステージで開催された。6月22日、テレビ東京系、レイレーと振動が、番組内プロジェクト第5弾として、 松江哲明エクソ CBX と新動画1が放送された。新動画はまである。同じく6月22日アベマ TV、極楽トンボカカーチ部級に出演。9月22日放送のシャイニーテミン出演ドラマ、ファイナルライフマイナスアス、君が消えても第4話で、日本語楽曲の、クライが、OST として初公開された。2018年1月29日ラインライブ。 刺し飯461エクソ CBX ピコ太郎前半に出演。2月5日刺し飯466エクソ CBX ピコ太郎後半に出演。レギュラー出演のみ、ありがとうございます。